なんだ？化け物退治に慣れてきたな。なんだろこれ。何があった？この工事現場で死人がいっぱい出てしまった。ここには手を出していけなかったんだよ。この現場はヤバいって聞いてたんだ。だからもうやめちまおうと思ってたのに。
聞いてたんだ。たった3ヶ月で4人。他にもいる。探さなきゃ。
れって…傷つけるな。傷つければ闘志の怨霊が現れて殺される。お電話したな。これを壊そうとして怒りを買ったみたいだな。それじゃ呼んで詳しい話を聞くとするか。この鎮正気愚かまだ貴様のような輩が残っていたか。ありがたいね、壊す手間が省けたぜ。何？タイムスリップ？昔は武家屋敷だったってことだ。鎮魂碑ができるほどだ。さぞ凄惨な出来事があったんだろう。あれはまことにむごい仕打ちでございました。親方様はお嬢様ともども屋敷の庭に引き出されて首を落とされたのでございます。親方様はお優しい方でした。しかし進化の者に裏切られて命を落としたのです。それもお嬢様の婚礼のご祝宴の折にさぞやご無念だったことでしょう。
あいにく俺はお前を苦しみから解放してやりに。あの人、裏切られた恨みで悪霊になったのかな。よっぽど信頼してる奴に裏切られたんだろう。背中の傷ってのはずっと痛むもんだからな。俺が死ぬ前にあんたが来てればよかったんだが。親方様もこれで楽になられたでしょう。ありがとうございます。親方様がもう苦しむことはないでしょう。私も積年の心残りが雪解けを迎えた思いでございます。あったら、あの怨霊を払ってくれたのか。ありがとう。ちゃんと鎮魂してくれたのだ。ありがとう。